最小自問前の磁石用水、北緯34度59分37秒、統計136度32分31秒、北緯34.993611度、統計136.541944度、34.993611、十3 6 5 4 1 9 4 4カニケ北緯十五度零零分十三秒、統計三十六度十二分十一秒、 北緯35.006278度統計136.539278度35.006278136.539278地尺用水は三重県三重郡小物町から四日市市市尺町にかけて流れる用水路である1985年に環境庁の名水百選に選ばれている考外生活用水で 暮らしを支え命を養う、水の意味で、溶水ではなく、溶水の字を当てる。三滝川の伏流水が流出する小物町上見森の、蟹家に源を発し、二部八部の分水点を通り、近景川の川底をふくどいで潜らせ、地石町内を流れ、三滝川支流の八重川に注ぐ。溶水の長さは1 7 8 4トル幅は1から2メートル 水量は1日あたり19トンで、水温は1年を通して安定している。また、地釈町内では、寺井用水が分流し、三滝川に注ぐ。地釈町では、水路が整備されて、鯉が泳ぎ、桜駅前には、地釈用水記念公園が造成されている。地釈町の最小時前の用水では鯉に餌をやる、子供や、老人の姿が見られる。餌は、 廃品回収などで得た資金を元手として、川を美しくする、子供会から子供に配布される。磁石用水の起源は定かではないが1711年に、四日一陣屋大官の石原聖在門正人氏が、33県等を伏せ替えたとの文献がある。このことから、金星諸島内市中世にはすでに存在したと考えられている。 地尺町はかつて日照り村所と呼ばれ、日照りが続けば干ばつに見舞われ、豪雨時には増水被害を受けるなど、水問題は深刻で水争いも絶えなかった。江戸時代の地尺村は地下水も地表水も得られなかったため、上流の森村から湧水を送水してもらうより他ならなかったのである。そのため、地尺用水を地域住民は大切にしてきた。清流であった。 磁石用水は戦後、いつしか汚染が進み、1970年代頃から、住民によって、浄化運動が展開され、鯉の住める川づくりが進められた。これにより、磁石用水は再生し、毎年放流されていた鯉も大きく成長した。1985年7月22日には、こうした、環境保全活動と水質の良さが認められ、 環境庁の名水百選に選定された。ABCDFGH30 e 健康等学校日本史研究改編46ページ。ABCDFGH& e 四会地主編1000ページ。森231ページ。ABCD 森234ページ。地釈用水の観光スポット情報。観光30。三重県観光連盟。 2016年4月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年4月20日閲覧。森、233ページ AB 森、232ページ、三重県高等学校日本史研究会編、47ページ、AB、磁石用水四日市。ジャパンホッパーズ。2016年4月20日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2016年4月20日閲覧、ありがとうございます。